はい、今日から知的障害と発達障害についてのお話をしていこうと思います。これですね、以前からずーっと調べてて、もう何ヶ月ぐらいになるかな、結構いろんな本を読んで、私の中で仮説が一個ありました。それは知的障害であったり発達障害っていうのも治っていくんじゃないかな、改善していくんじゃないかなっていうことです。思い始めたのはですね、私はファスティングマイスター、断食、療法っていうのを広めるための、活動とかもしていて、その中でですね、重金属、毒素を排出するような、ことですね、デトックスによって知的障害、いや基本的には発達障害の部分ですけれども、発達障害の、症状が良くなっていくっていう文献を読んでですね、これならですね、知的障害にも、良くなっていくんじゃないのか、それもファスティングっていう手段を使って、良くなっていくんじゃないかっていう仮説が、数ヶ月前からあって、それについてですね、もう徹底的にいろんなものを調べました。で、実際に今回ですね、ゴールデンウィークがあって、弟がですね、私の弟知的障害を持ってます。弟のことについてもちょっと後で触れようと、今回の動画で触れようと思うんですけども、弟に実際にファスティングをさせていって、いろんな状態が変わっていきました。眠りが深くなっていったりだとか、よだれが、少なくなっていったり、あとは何ですかね、あとは感触を起こさなくなったりっていうことですね。そういったものがありました。いきなりですね、みるみるうちにベラ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 喋れるようになるとか、そういう非現実的なことは起こりませんでしたが、そういったところは目に見えて変わっていったので、これはですね、効果があるなと思って、こういった情報、私が今まで貯めてきた情報っていうのを今回これから発信していこうかなっていうふうに考えてます。知的障害であったりとか発達障害の、こうお持ちの方、周りにおられる方はこの動画も参考にしていただいて、そういったものも治っていく、改善していくっていうのを、希望を持っていただくといいかなと思ってます。少しですね、これから知的障害の話、発達障害の話をしていくにあたって、私の弟のことをちょっと話していこうかなと思います。弟は私の2つ下、今23歳ですね。知的障害って診断されたのは生まれつきで、ソトスって言われる病気、結構特殊な病気だそうです。頭がすごく、体がすごく大きくなるのに、頭がその成長に追いついてこないっていう知的障害ですね。母に聞くと、まあ、2つ下なので私その当時のことは全く分かんないんですけども、母に聞いていくといろんな原因があったそうです。例えばですね、母は、夜中だったり腰が一回すごく痛くなって、その時に、妊娠したのかなって思いつつも、病院に行ってみると、まあ、妊娠はとりあえずなかったと、その段階では。で、次に、産婦人科ですね。産婦人科では妊娠はないって言われたので、整形に行ってみて、今度レントゲンを取られたそうなんですね。レントゲンを取られて、放射線をそこで浴びちゃったと。で、また一週間ぐらい経ったら妊娠が発覚して、その時から、あ、放射線浴びちゃったんだな、この子はちょっと普通に生まれるのは難しいかもしれないなっていうのは、ほんの少し頭の中ではあったそうです、母は。それから、生まれるちょっと前に、母の弟ですね、私のおじさんにあたる人が交通事故にあって、両下肢麻痺、車椅子の生活になってしまって、ものすごいストレスを、母は受けたっていうことですね。そういったのが続いた中で、出産してみたら、もう明らかに、私を産んだ時の状態の子とは違う子が生まれてきてしまったっていうことみたいです。なので母はですね、もう心の準備はある程度できてて、お医者さんからもそういう子が生まれるかもしれませんよってことは言われつつ、まあ、それでも出産して、で、実際に生まれた直後に、明らかに、何かが違うっていうのはもう感じたらしいです。これは女性ならではかもしれませんが、頭がちょっとベコベコしていたりとかですね、そういったことがあったみたいです。なので、母はすごいショックを受けてたわけではないみたいなんですけども、ソトスって認定されたのは、知的障害って認定されたのは、生まれたもうそのすぐからですね。
なので、発達障害とかっていう部分とは、やっぱ弟は違うんですね。知的障害、完全な知的障害です。今の現段階としてはですね、以前の動画とか見ると弟の状態とかって、分かってくると思うので、そちらを見ていただければと思うんですが、コミュニケーションはある程度上手にできますし、すごく笑顔が可愛い。まあ、兄としてですね、中学生、高校生の頃は反抗期とかもありました、私も。弟を殴る蹴るの暴行をしてですね、まあ、虐待レベルですね。そういったこともしてました、実際。ただ、今ではですね、まあ、可愛い弟だなと思って、いるんですけれども、笑顔も多いし、あとコミュニケーションもある程度取れる、言った内容もわかる。ただ、語彙、ボキャブラリーが少ないので、同じことを永遠に聞き続けるんですね。兄ちゃん何時に帰るのとか、母ちゃん何時に帰ってくるのとかですね。そういったものが、もうものすごくスピード、あとは頻度で、リピートされていくので、やっぱり一緒にいる、家族とか、特にばあちゃんとかですね、そういったのはすごくストレスを受けやすい、ストレスをすごく受けやすいですね。で、うちのレベルで言うと、まあ大体4歳、5歳ぐらいかなと思います。今は作業所っていうところで、ビーズをですね、作ったりとか、チラシを折ったりとかっていう作業をしてるみたいです。平日は一日、一週間の中で数日、そういった作業所、なんていうのかな、そういったところ、施設みたいなところに泊まったり、まあ、うちにも戻ってきて、土日は普通に過ごしたり、っていう感じで生活してます。23歳ですね。だいぶ力も強くなってですね、私のパワーではもう太刀打ちできなくなってきたのが、現状なので、癇癪を起こしたりだとか、すごい力で引っ張られたりとかすると結構ですね、まあ、私のダメージは少ないんですが、ばあちゃんのダメージは結構多くて、メガネをぶんどられて、投げられたりとかですね、そういったことも結構多いので、そういったところをファスティングで解決できないかな、食事療法、栄養状態っていうところを考えることで、良くなっていかないかなっていうのを、研究していったのが最近のことです。はい。で、だら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 ですね、この辺の話をしていきましたが、今回の動画で伝えたいことは、障害児って言われててもですね、まあ、生まれつきって言われてても、それがイコールですね、治っていかないっていうことにはならないっていうことを伝えたいんですね。生まれつきイコール、治らないっていうのは、これはイコールじゃないですよっていうことを、あなたにも、知ってほしいなと思います。知的障害とか発達障害って、私はもう治らないものだと思い込んでました。すぐ近くにいる医療従事者の私がですよ、知的障害って治らないものなんだなって、もうしょうがない、彼はもう違う世界の住人で、もうどうしようもないから、それはもう諦めるしかないって思ってたんです。そうやって癇癪を起こすのも障害の一つだし、もうどうしようもないものだって。そう諦めてたんですけれども、そうじゃないっていうことが、これはですね、脳科学の先生ですね。そういったところで、ちゃんと本に書いてあって、あ、これ諦める必要ないんだなって思いました。はい。諦めるしかないと思い込んでたのは誰のせいかって言われると、それはよくわかんないです。例えばですね、何のせいかわかんないですけども、それもっと良くなるよって言ってくれる人がいなかったんですね、周りに。はい。まあ、これはうまく付き合ってって、で付き合い方を考えましょうとかですね、そういったのを言われることはありましたが、それもっと良くなるよって言ってくれた人って周りにいなかったんですね。悔しいことに。なんで誰も教えてくれなかったのかなって思うんですけども、それは、その人たちも知らないんじゃないかなと思いました。私は順番が逆だったんですね。栄養であったりとか食事、あとはデトックスっていうところから入って、そっからそっちに行き着いたので、もしかしたら知らない方も多いのかなと思います。
結構有名な先生でいろいろされてる先生、デトックスをメインにされてる先生もいますが、まだまだですね、この情報って足りないのかなと思います。あなたの、周りの方も生まれつきだから治らないっていうのは全然論理が破綻してるらしいです。論理が破綻してるんですって、そういうのは、そういうのを、自分の中で、ちゃんと思っておくと、まだまだやれることってたくさんあると思います。私は、そういうのも勉強してきて、これからですね、あなたに、もっともっとこうできるよっていうところをお伝えしていこうと思いますので、ぜひこれからの動画を楽しみにしていてください。今日お伝えたかったことはこれだけ。生まれつきだから治らないっていうのは論理が破綻してる、根拠がないっていうことですね。そこだけ、今日は押さえておいて希望を持っていただくといいかなと思います。はい。私はですね、治らない、こととか、そもそも自分で実践していいなと思ったことは伝えようとしますが、そうではないことは伝えないです。なのでここまで長く知識ばかり溜め込んでですね、アウトプットはしなかったんですが、今回ファスティングをして弟が、より良くなっていったので、これはいいなと思って伝えていく情報ですので、そういったところを踏まえて、違いからの動画を楽しみにしていただければと思います。本日の動画は以上です。わからないことあったり、ご質問ご要望あれば、コメントでいただければと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。